東京の離島、伊豆大島でも高齢者のワクチン接種が始まりました。これをやっとくと安心かなっていう気がしますね。痛くなかったよ、大丈夫。ちょっと安心しましたね。もう1回あるんですよね。でもね、大島町によりますと、初日の今日はおよそ90人が島内の施設で接種を受けました。伊豆大島では人口の4割近くを高齢者が占めていて、町は8月初旬までに希望者の接種を終えたいとしています。